内江大橋内江大橋は、北海道空地郡内江町と川戸郡浦臼町の間の石狩川に架かる北海道道278号内江浦臼線の道路橋梁。石狩川の川口より数えて10番目に位置する橋であり、上流側には砂川大橋が、下流側には三保大橋が架かっている。石狩川のこの辺りは古くは、氾濫が激しく、 昭和の中頃まで川を渡る手段としては都線しかなかった。ウラウスの住民は交通手段が発達している内江川へ橋で渡ることを望んでいた。1947年頃から橋を架ける運動を始めたが上流に位置する砂川市でも同時期に橋を架ける運動を行っていて争奪戦は激しくなった。結局砂川大橋は国が内江大橋は 北海道が費用を負担することで決着を見た。1952年11月建設開始、1959年6月14日、完成。長さ395.6メートル、幅5.5メートルのワーレントラス橋であった。橋が完成してから、石狩川の水路変更に伴う、築堤の建設に対応して橋を延伸した。この延長部分は、 長さ409.4メートル、幅7.5メートルであった。1973年11月に完成。初代の橋は長い間使用に耐えてきたが、老朽化が進んでいた。そこで橋を架け直すこととした。2002年4月27日完成。長さ807.0メートル、幅12.0メートル。ありがとうございます。